はい、トルちゃん。リンク移行を担当している岸コーチとケンティーコーチです。今日はリンク移行の魅力をたくさん伝えていきたいと思います。リンク移行はリンクプレミアムアウトレットに隣接しており、現在火曜日と木曜日に開催しております。リンク移行の中谷凛です。中谷アストです。面白いです。細かいとこまで教えてくれます。サッカーが上手くなれたのと、ドリブルを触るとき細かく触れました。サッカーがもっと好きになったし、4人のコーチが教えてくれてるから嬉しいです。子供たちが幼稚園の頃に幼稚園の子に対してコーチがどのように指導しているか、また子どもたちがどうやってサッカーを好きになって上手になっていくかを求めてソルティーロに入会させました。女子だけど男の子に負けずやりたいです。まずスペシャルに受かってスペシャルで頑張ることです。リンク移行3年の山田修斗です。面白くて優しいコーチです。で、友達がいっぱいできてテクニックが学べて敵をかわしやすくなりました。楽しんでできる場所、ちょっと待って子供がここを選んだからっていうことになるんですけど、私はサッカーはあんまり知らなくて、どんなこう練習が効果的だとか、そういうことはもういくら見ても聞いてもよく分かって、未だによく分かっていないんですけど、ここでの様子をずっと見てきて、考え方、まあ、子どもとの関わり方、向き合い方、コミュニケーションの取り方とか、その声のかけ方、教え方とかがすごく惹かれるものがあって、それがあるから子どもと信頼関係っていうのがすごくできていて、でそういうのを子どもがちゃんと感じているから、安心して自分のことを表現できたりする場所になっているんじゃないかなっていうふうに思っていて、サッカーだけじゃなくて教育面から見ても安心してこう子供を任せられるなと思っていて、すごくいい環境だなと思っているので、ここを、私はここを選んでいます。ソルティーロが子供の中ですごく大きい存在になっていて、自立や成長するきっかけをくれたり、自分で考えてレベルアップしたいって思わせてくれたり、本当にもうただただ大好きで楽しんで夢中にさせてくれたり、子供が背中を押されていることや助けられていることってすごくいっぱいあるなって見てて感じて、子供にとってそんな存在に出会えたっていうことはすごく幸せで意味があることだと思っていて、その場所を作ってくれているソルティーロの人たちにすごく感謝していますし、本当にソルティーロに来てよかったなと思っています。まずはスペシャルに行って、その次にサッカー選手になって、その次に本田選手みたいな世界を回るサッカー選手になりたいです。ソルティーロリンク移行ではスクール生一人一人がサッカーや団体行動を通じて様々な物事の成功と失敗を経験する中で、一人のサッカー選手としてだけではなく、一人の人間として大きく成長することに重きを置いて指導しています。